はい、皆さんこんにちは。今日はこのゲームですね、ディプロマシー is not an option ということで、こちらデモ版になりますが、やっていきたいと思います。現在ですね、チュートリアルだけ、クリアしたところなので、ちょっとまだ全体的なものは分かりませんが、街を作って人を増やして、そしてですね、敵から守る的な感じのゲームではないかと思います。こちらの方は発売日はまだまだ先なんですが、デモ版の方が配布されていますので、もし見て、気になった方はぜひ遊んでみてください。それでは始めていきたいと思います。はい、始まりましたね。まずはですね、こちらが自分のお城となります。こちらを守るんですが、まずは敵が攻めてくる前にですね、いろいろなものを建てていきたいと思います。まずベリーを取って食料を集めましょう。これが重要で、食料がないと人が増やせないし、増やせないと逆にですね、仕事の効率とかも落ちますので、しっかり、建てていきたいと思います。次にですね、木を切るところ、そしてですね、このゲーム変わってるのが、運ぶポーターっていうところを用意しないといけないんですね。ポーターを用意しないと運ぶことできませんので、しっかりポーターも作っていきましょう。で、ビルダーですね、ビルダー、作ってくれる人がいるんですけど、こちらは今は1人しかいません。こちらの方ですね、ビルダーハウス建てるともう2人増やすことができるんですけど、現在は増やせませんので、このまま一人で行きたいと思います。ちなみにですね、あるかな?ここかな?これですね、ビルダーハウス。人が二人必要なんですけど、人は、1日過ぎないと、復活しません。ちなみにこの30の19っていうのは30人まで増えます。今19人ですよ、的な感じですね。なので、このままでは一人なので今何もできませんが、建物などは作れますので作っていきたいと思います。で、これ魚釣りのやつもあるんですけど、こちらの方もポーターいないと食べ物をお城に運んでもらえませんので気をつけなければいけません。で、このゲームですね、リサーチもあって、これだとビルダーが早く建てれるよってやつなんですけど、こういうふうにリサーチすることによって、いろいろなものをパワーアップできますので、こちらも楽しみです。さあ、とりあえずは木工ですね。今、木が重要ですから、木を取っていきます。木と食べ物かなり重要ですので、しっかり取っていきたいと思います。さあ、これでポーターできましたので、木を運ばせたいと思います。この人ら切ると、ここら辺に溜まっていきますので、こちらの方で、ポーター運んでますね。ポーターの人が運んでますので、しっかりとやってもらいましょう。あんまりこんな余裕をかましてる暇はないんですけどね。よいしょ。はい。とりあえずこいつらは邪魔なので、どいてもらいましょう。あとですね、お墓とかも必要になってきます。お墓とかがないと、病気とかになるのかな?なので気をつけないといけません。とりあえずいろいろなものが、しないといけないんですけど、なんせ人って、とかが全然足りませんので、しっかりとやっていかないといけません。そしてこれですね、これは兵隊を作るところになります。で、このゲーム結構難しそうな感じでした。なので、何回もやって慣れていかないと結構きついかもしれません。ではちょっと人がいないもんですから、少し早く送っていきたいと思います。さあ、これで夜になりましたね。はい、次、朝になるとここの人が少し復活してると思います。あ、魚がいっぱいになっちゃいましたね。もう運べって言ってますね。あ、そして食料庫もいっぱいになってしまったな。はい、朝になりましたね。5人増えましたね。ポーターを作っていきたいと思います。ポーターをどうしよう、ここかな。ここは魚を釣ったやつをしっかりと取っていきたいと思います。さあ、ストレージの方はどうだろう。ストレージは石とかが必要なんですね。なので石も取っていきたいと思います。ここで石取れますので取っていきましょう。はい、これで人がいなくなってしまいましたね。さあ、家もちょっとずつ建てていかないといけません。ああ、木が足りないって言われましたね。いつ攻めてくるんだろう。それがちょっと不安ですが、ちょっと偵察に行かせましょう。
暗いところを出しましょう。ちなみに、あ、ここなんかあるな。あ、敵がいる。敵がいますね。敵に囲まれてるような感じなんですかね。ちょっと速度遅くしますが、これですね、城のパワーみたいなのがあったので、これでなんか人を召喚ですね、兵士を召喚することもできますので、これは必要な時は使っていきましょう。さあ、相手の、建物を壊すとその召喚のポイントもらえるのかな。一度召喚してみましょう。これでドン、はい、湧いて出てきますので一緒に戦ってくれます。自分の兵士がやばい時など使っていきたいですね。さあ、とりあえずこれでいいか。よし、アイテムももらって、この呼び出したやつだけ戦わに背に行かせましょう。こいつは時間が経つと勝手に体力なくなってしまいますので、しっかりと戦ってもらいましょう。さあ、本店のやつは戻してと。さあ、夜が来るのでそれを乗り越えましょう。あ、もう帰っていった音がしますね。やられたかなんかですかね。よいしょ。あ、結構頑張ってくれてますね。はい、とりあえず次の朝になった時に、いろいろできるように備えましょう。ストレージ、フードストレージが作れそうなので、ここに作っておきます。よいしょ。さあ、これで一応人が36人から42人だっけな。42人までですね。8人増えましたので、しっかりとやっていきましょう。ここら辺でビルダーハウス作っておきましょうかね。どこら辺に作ろう。あ、そして右下から敵が来るということで、気をつけないといけませんね。少し兵隊増やしておきましょう。さあ、これでストレージ作ればもう少し食べ物が入りますね。いや、これもうなんかすることもたくさんあって、ちょっと自分はいっぱいいっぱいの情報量になってしまいますので、大変ですが少しずつ作っていこうと思います。さあ、木材系があんまりないですね。もうちょっと木材作ってもいい感じはしますが、とりあえずストレージとかに食べ物を入れる方が優先ですね。よし、もうちょっとポーター作って木材運んでもらおうかな。いや、そんなことしなくても大丈夫か。これは一応食べ物を運んでもらうポーターということにしときましょう。あ、石もしっかり運んでくれてますね。そうか、石のポーター作るの忘れてた。ここに作っとくか。はい、とりあえずこれで食べ物の倉庫できましたので、食べ物の上限が100からもうちょっと入るようになります。さあ、どうしよう。ビルダーもう少し立てないといろいろ作れませんね。そして人が42人が限界で、あ、もう今日は兵士作れないので少し飛ばしていきましょう。さあ、朝になりましたね。人が復活すると同時にですね、敵もそろそろ攻めてくると思いますので気をつけなければいけません。とりあえずここにですね、弓兵を置いて、しっかりと守ってもらいましょう。それと同時に少しずつ壁も作っていきたいと思います。どこだ？よいしょ。これぐらいかな。とりあえずこっち側から敵が来てますので、それに負けないようにしましょう。それと同時に木を切る人を少し、打っていきたいと思います。もうちょっと木がないとダメですから、木を作るようにしていきたいと思います。さあ、そろそろ来るかな？暗くてよく見えませんが、よいしょ、こいつらは外に待機させてるか。鉱石機は結構遠くからでも攻撃してくれますので、しっかりと置いておきましょう。さあ、とりあえず来るかな？来ないかな？まだ来ませんね。あ、攻撃してるな。宝石機に反応がありましたね。結構敵の数、あ、来ましたね。敵の数多いので気をつけないといけません。ゾロゾロゾロって来ますからね。はい、こいつらを倒しに行きましょう。そして、こちらも、この召喚して少し、兵隊も作っていきたいと思います。さあ、こんな感じでいいでしょう。さあ、この間に木、木ですね。木を少し、蓄えてもらって、
いろいろ作っていきたいと思います。この噴水、デモの時はなかったので何かよくわかりませんが、ちょっと作ってみました。あとは、木をもうちょっと、あ、ウォッチタワーとかありましたね、これ。これ、視野が結構広がるので、これを作っておきましょうか。何せよ、ちょっと木が必要ですので、木をしっかり貯めていきたいところです。よし、こいつは木を取っていくことにしましょう。さあ、どうしよう。ここら辺のゲート作るか。ゲートも向きがあるのかよくわからないんですけど、よいしょ。そこからまた伸ばして、行こう。早くこっちの崖にくっつけてしまいたいですね。さあ、次の敵がどこから来るかもちょっと気になります。よし。少し人を作っときましょうか。さあ、木がもうないって言われたな。止まりましたね。木がとりあえず足りません。よし、とりあえずしばらく見ていこうと思います。さあ、とりあえず、敵が次また攻めてくると思うんですが、どちらからかわからないので、しっかり全方位ですね、見ていきたいと思います。兵隊も作っておきましょう。そして研究ですね。研究の方もできると思いますので、研究していきましょう。これ、ポーターが早く走れるようになるやつなので、これは研究しっかりしておこうと思います。さあ、あとは壁のですね、動きが早くなるやつとかも作りたいところですね。ポーターで木を運んでもらいましょう。こっちのやつ直属にしましょうか。これで、よしと、食べ物、運んでもらってませんね。よしょ、こいつもここをちゃんとしてもらわないとダメだな。さあ、こんな感じで徐々に徐々にですけど、作ってっています。これで防壁を作っていかないとどうしようもないので、しっかりと作っていこうと思います。さあ、他はどうだろう。敵のは今のところまだ来ていませんね。よし、こっちは柱があるので少し見れますので。敵が来る間ですね。まだ来てないので、ここをちょっと攻撃して、潰しておこうと思います。さあ、ここも作って、ここの間をですね、どうすんだっけ。繋いでおきましょう。よし。はい、これでだいぶ、南の方の守りは結構できてきましたね。よいしょ。はい、ここ敵倒してますので、あ、食べ物落ちてますね。これはまずいな。ここ、召喚のやつを送り込んで、少し様子を見ましょう。さあ、まだ今のところ敵来ないのかな。あ、これ、兵隊送り込んで倒してもらっていきましょう。その間に少しですね、兵隊の方も作っていこう。さあ、ここの木が運ばれてませんね。よいしょ、早く木を運んでもらわないとやばいんですけどね。さあ、どうだろう。ここで、この兵隊だけで押し切れますかね。少しなんかいるな。建物じゃなくて、しっかりと兵隊を倒してもらいましょう。あ、こっちの兵隊意外と強い。さあ、その間にこれも作っていきましょう。これはなんだ?よし、とりあえず弓矢だな。さあ、敵を倒したので、ここはちょっと広がりましたね。さあ、しっかりこの、なんか召喚石的なものを取っていきましょう。よし。まだ敵は来ないかな?大丈夫そうですかね。さあ、早め早めでいろいろ作りたいんですけど、あ、ポーター建てないとやばい。あ、そして家か。家がもうないのか。家を建てないとまずかったですね。この噴水は何だろう?噴水は。噴水もとりあえず建ててみましょう。ここら辺に建てるか。人が足りないですね。よしよしよし。あ、やばい。右から来るってなってますので、しっかり右をカバーしていきましょう。よいしょ。あ、ここじゃなかった。これじゃないな。門を作ればよかったなってちょっと後悔しましたが。まあいいでしょう。弓矢隊をここに乗せることにしていきます。さあ、どうだ?あと、ここの方も出来上がってませんね。気になるので、
つけるだけくっつけたいんですけど。よいしょ。つけておきましょう。火が足りてませんね。よいしょ。兵隊は準備だけしとこう。弓矢の人も、下ろして、中央に行きましょうか。こっち側に行きましょう。これで右の方に今集中させてますので、これで大丈夫かなとは思います。さあ、どうだ？1分51秒後に来ますので、気をつけないとまずいですね。さあ、ここ、ポーターの数足りてないのかな？木がどんどん運んでくれないとダメですね。さあ、ちょっと狭い。なんだなんだ、なんか攻撃食らってるのかな？あ、ここ攻撃食らってる。待ったぞ。よいしょ。攻撃食らってましたね。こういう思わぬところから攻撃を食らったりもするので、こいつらは偵察だ。ここら辺で倒してもらっときましょう。よいしょ。気をつけないとダメだな。ただ今、ビルダーは何をしてるんだろう。ここですね。ここまだちょっと空いてるぞ。弓矢隊をここに乗せておきましょう。よし、これでよしと。さあ、50何秒後かに来ますので、気をつけないとダメですね。さあ、ここら辺のまで伸ばして作っておくか。よし。防壁も作っておきましょう。さあ、これ、呼び出したやつで、そこそこいけてますね。これ、石を取って、結構強い。よし、食べ物とか取れるかな？取れましたね。よし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 。家の方は大丈夫そうですね。弓矢を作っときましょうか。よいしょ。一人だけ作れますので作っていきましょう。さあ、そろそろですね、敵が進行してきますね。どっからかまた攻撃受けてるのかな？あ、ここか。ここで戦ってるんですね。よいしょ。さあ、こんな感じでいいでしょう。よいしょ。さあ、これ、後からですね、こういう門はつけることはできますので、門もつけておきましょう。出入りができないとちょっと困りますからね。さあ、どこにいるんだ、みんな。どっから攻撃を食らうかがわからないので、それがちょっと怖いですね。まあ、攻めてくる人はわかるんですけど、この周りを囲んでる人がいきなり攻撃とかしてくるので、それがわからないとちょっときついです。さあ、これでだいぶ広くなりましたね。囲んでおきましょう。よいしょ。はい、こんな感じでいいでしょう。これで一応一回りはできてますね。まだ作られてませんが、一回りできてますので、これでよしとしときます。さあ、これで、あとは弓兵を集めたりとかしときましょうか。ちょっと狭いな。あ、来た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 。来ましたね。ついに来ちゃいましたね。よいしょ。あ、ここ、開けてほしい。はい。門をつけて門に乗るんだ。よし、弓矢が乗れましたね。さあ、ここで攻撃していきましょう。よし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 。戦ってますね。結構いい感じで進んでます。あ、やばいやばい。敵強えぞ。強いな。少し、兵隊が必要になってきましたね。そして、これ呼び出しておきましょうか。いけるかな？呼び出さなくても大丈夫そうですね。呼び出すにはこの石が必要ですので気をつけないとダメです。よし、倒した。なんとか倒せたぞ。これはやばいな。死んだ人を回収しないといけなかったんだ、そういえば。これ、墓守みたいなのと、お墓を設置しときましょう。この人ら死んじゃうとダメですので、しっかりとやってま、やばいやばいやばい。またこっちから余計なのが来てるな。召喚しよう。もう行くのは間に合いませんからね。よし、そしてあなたらはこっちを攻めに行け。さあ、結構できてきましたね。ここら辺の弓矢の人は乗せておこう。さあ、もう少し弓矢の人一応防御用に作っておきましょうか。さあ、そして木がもうちょっと集まってほしいな。あ、ここ木がなくなっちゃったのかな。よし、
入り口を作って、少し動きやすいようにしときましょう。さあ次はどこから来るかな。あ、そしてこれ、6ってなってるところ、これ押しとくとビルダーが自動的にですね、修理してくれますので、こちらも作っておきたいと思います。よいしょ。これ確かこのウォッチタワーにも1人だけ乗せることができたんですよね、弓矢の人。さあこんな感じである程度はいいかな。右からの防御はだいたい完璧になってきましたね。よいしょ。ここにも防壁を作っておきましょう。ドン。ウォッチタワーをここだな。よしよし、なんとなくいい感じになってきましたね。よし、ポーターは、木材運んでるし、あ、食べ物が一歩、運んでないな。これなんでここのポーター、こっちになってんだろう。食べ物を集める人と、あ、いろいろできてきました。これで墓守りの人ですかね、この人。しっかりとやってくれると思います。あ、ちょっと、これなんか煙出てきましたね。これ危ないんです。病気になるかもしれませんので、一応、ホスピタルですね。作っておきましょう。病院作っておきたいと思います。あ、消えちゃった。もうちょっと攻撃させとけばよかったですね。あ、ビルダーは今どこにいるんだ？人が余ってる時は少し兵隊を作っときましょう。さあ、こんな感じで大丈夫ですかね。食べ物の方はまだあるし、空いてる人もいるので大丈夫だとは思います。なんか研究できたら研究していきましょうか。こっちの方をしないと右行けないのかな。これを研究しとくか。これにしときましょう。よし、あ、ちゃんと弓矢が攻撃してくれてましたね。助かりました。さあ、ここの門もできたので、下の交通ですね。行き来が少し便利になります。さて、どうしよう。こっからなんですが、まだビルダーが全部作れてないので、少し様子を見ながら作りたいんですけど、どうしようかな。これなんだろう。シンプルオベリスク。これはまだ作ったことがなかったですね。アクセスとアストラルレイってなんだろう。スペル。立ててみよう、とりあえず。よいしょ。あ、ここあれか。石掘るときに必要だったかもしれない。まあいいや。とりあえず、作っておきましょう。敵兵はまだ来ないし、そして家がいっぱいになってますね。気をつけないと。家がいっぱいになってますので、しっかりと作っていきたいと思います。さあ、木がとりあえず75集まったら、今度はですね、壁の力を上げていきたいところですね。さあ、こっちがどうしようかな。もうちょっと木が欲しいので、ランバージャックを作るか。ここに作って、ポーターもここに置いときましょうか。ちょっと塀の外なんですけどね。これで塀をさらに伸ばせばいいんだ。ここ伸ばしていきましょう。これ囲ってあげるような感じにすれば。あ、誰か攻めてきた。攻めてきたけど、大丈夫かな。弓矢のやつ乗せときましょうか、ここに。よし。で、来るやつで、門、あ、木がないから門作れないのか。よいしょ、ビルダーは今何を作ってんだ？いろいろ、あ、やばい。死体3、まだありますね。元気。早いとこ、回収してくれないと、こっち側あんまり攻められないな。さあ、家がないので人が増やせませんでしたね。ちょっと失敗した。これは困ったぞ。さあ、ビルダーさんはどこにいるんだろう？なんか作ってる感じはしないんだけどな。あ、いた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 。ビルダーがいますけど、まだ出来上がってませんね、いろいろと。これは遅い。ビルダーをもうちょっと増やしましょうか。よし、ここにしよう。少し作ってもらいましょう。ここはあるな。墓守りがないので、墓守り作りたいけど人が足りない。さあ、右からもう一回敵が攻めてくるみたいですので、右の守備を固めていきたいと思います。
よいしょ。こんな感じでいいでしょう。少し早く送っていきましょう。あとリサーチはもう木がないとできませんので、木が切られるまで待ちましょう。ストレージの方は上の方が満タンになると入れれないと思いますので、こちらの方もストレージ余裕があれば作っていきたいと思います。さあどうだ。木が75いきましたね。ということでこれを作っていこう。とりあえず木の壁を上げていきたいと思います。よしよし、とりあえずはこれでいいかな。あと30何秒かで敵が攻めてきますので、それに向けてしっかりしたいけど大丈夫かな。あ、食べ物がやべえな。いきなりめちゃくちゃ減りましたね。やばいぞ、人がいないし困ったな。敵を迎え撃ちながらしっかりと家を作ってもらわないとまずいですね。よし、102までこれで増えましたので、あとでいいでしょう。お、来た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 。ちょっと速度遅めよう。よいしょよいしょ。はい、ここの兵隊と、あとは呼び出しましょうか。少し呼び出して、こんなにいっぱい来るとは思わなかったな。ちょっと甘く見てましたね。敵の兵隊めちゃくちゃ甘く見てた。こんなにまさか来るとは。よいしょ。さあ、結構こっちの兵隊強いですね。意外と必要ないかもしれないというぐらい強い。よし、このままここの家を開けてもらいましょう。よしよしよし、いい感じに育ってきてはいますね。さあ、もうちょっと家を建てておかないとダメかな。もうちょっとキツキツですけどね。あとは食べ物だ。食べ物も取らないとやばい。よいしょ。67か。結構少ないな。やっぱり敵がどんどんいますね。次から次へと敵がいます。あんまりやるとな、兵隊がこっちいなくなってしまうと、攻められた敵かなりきついですからね。このダークナイト系だけ、ちょっと押し込みましょうか。よいしょ。あとの兵隊は帰ってもらおう。次の戦いに備えましょう。さあ、ビルダーはどうなってるんだ？少し早く送っていこう。あ、やばい、スタービングって聞こえたぞ。お腹が空いているんですよね、きっと。やばいぞ、これは。さあ、これでしっかりと運べますね。作っとこう。さあ、ちょっと急ぎ足でやってますが、そうするとちょっと怖いので、よし、人がいるから、フィッシャーですね。よし、少し作っておきましょう。あと、ポーターも少し作っておくか。食べ物運ぶ人も少し入れておきたいと思います。あ、敵が来てる、敵が来てる。敵が来てますね。こうやってちょこちょこ来るの、恐ろしい。あ、敵が来て、食べ物がなくなってるのはちょっと怖いですが、しっかりとやっていきましょう。よし、ここの、ところですね。しっかりと、あ、死んでるな、誰か。少し敵の村を破壊しとかないと危ないかもしれませんね、これ。キコリとかが行って襲われてますね。よいしょ。しっかりとやらないとダメですね。さあ、ビルダーはどこだ？ビルダーは。ビルダーは何をしてるんだろう。ここにいますね。一人はいる。少し早く送っていこう。さあ、研究の方もどうしようかな。もうまだいけそうですね。よいしょ。はい、よいしょ。さあ、ここら辺の村を少し破壊していきましょう。よいしょ。さあ、そろそろこの兵隊ではきついかもしれないので、援軍ドーン。ダークナイトを押し込みましょう。で、とりあえずここの町まで殲滅してしまいましょうか。よいしょ。さあ、やばい。今度は両方からだ。2箇所から来るって書いてありますね。これはやばいぞ。しっかりと防御していこう。普通の兵隊は帰ってもらいましょう。この、
で、こいつらでなんとか他を攻めてもらうか。よいしょ。2箇所、右下と左上を頑張らないといけないみたいですね。さあ、人は結構来てるぞ。ああ、やばいやばいやばい。なんかむっちゃ来てるし。むっちゃ来てますね。やばい。食べ物がないって言ってる。食べ物がない。あ、もうやばい。やることがたくさんありすぎて、ちょっと苦戦してます。よし、とりあえずここに弓矢を置いとくか。さあ、とりあえずフィッシャーマンが結構できたので、なんとかなれると思うんですけど、ならないかな。ベリーの人がもう、ベリーがないので取りに行けないんですね。これ壊せるのかな？これなんだろう、これかな。これはもういらないから、これは壊して、ベリーをこっちにしましょうか。こっちの方にベリーしとこう。さあ、あ、なんかやばい、引っかかってるのかな？引っかかってますね、人が。さあ、もうすぐ、ちょっと遅くして、もうすぐ敵が攻めてくるんですけど、どうしよう。防壁を作るか。門があるんですけど、一応こっち側が欲しいですね。ここら辺に作っておいて、ここに一人乗せておきましょう。兵隊は勘だけしかいないので、右下の方はこれでしっかり防いでもらいつつ、やろう。これなんだろう？木がいっぱいになってるぞ。ウォーターが遅いのか。よし。ここでしっかりとやってもらいましょう。さあ、敵が来ますね。さあ、どこから来るんだろう。あ、そして死体が24あるぞ。気をつけないとまずいですね。どこだ？そんなにわからないけど、死体がとりあえずたくさんあるっては言ってます。あ、やばい、死んでる、死んでる。町の人が死んでる。空腹か。空腹で死んでるのか。そうか、そういうことですね。油断してましたね。空腹になってしまいました。墓守も雇えないし、とりあえず食べ物をしっかり作らないと、こういうことになってしまいます。さあ、そしてここ、ポーター、運んでくれてませんね。挟まっちゃっていけないのかな？このポーターがちょっと邪魔でいけないのかもしれません。これもちょっと、どかさないとダメでしたかね。さあ、まあ、そんなことは言ってられないので、とりあえず、こいつらをこっちに持っていっとくか。で、左上の方、こっちはですね、弓矢を乗って頑張ってもらうのと同時に、召喚した奴らで戦ってもらいましょう。よいしょ。こいつどこ行くの？どこ行くの？なんか違うところ行ってるな。あ、もういろいろ通れないのかな。もう一回、召喚しときましょう。さあ、右の方もまずいな。召喚2回ぐらいしとくか。これ挟まってますね。なんで挟まるんだろう。あ、行きましょう。ちょっとずつですが、敵を倒してますね。よし、行け。これで大体いけるかな？いけないかな？まだ厳しいですかね。ちょっとこのポーターを壊して、違う場所にポーターを建てよう。あ、建てれない。人がいない。人がいませんね。これ耐えられるかな？今回敵耐えられないかもしれないですね。召喚しまくろう。よいしょ。めちゃくちゃいっぱいいるな、敵。ちょっとやばいな。そして村人死んで病気になりがちですね。これはまずい。全然いけてないぞ。さあ、どうでしょう。これはもう、まずいな。最後の力を振り絞って召喚して止めましょうか。弓矢だけではどうしようもない感じですね。魚がないって言ってるな。さあ、あ、こっちはなんとかなったかな。こっちはなんとかなったかもしれないですね。左上がなんとかならないかな。こいつらを、どうだ？少し出していこう。よし、この兵隊をこっち側に持っていきましょう。やばいやばいな。もう全然やばいですね、もう。
とりあえず墓守りを作ってここら辺の死体を片付けてもらうと同時にポーターを呼び寄せよう。これがよくわからないな。オベリスクがわかりません。よし、とりあえず弓の力で何とかしてもらおう。あと兵隊も少し送りましょうか。よし、さあビルダーはどうなってんだろう。よし、ここら辺は戻ろう。あ、もうちょっといけるな。これ普通のダークナイトか。よし、これをポーターを崩して、こっちのちょっと離れたところにポーター作りましょうか。さあ、どうだ？一気にいけそうかな？弓矢でなんとかなりましたかね。さあ、弓矢でなんとかなった感じです。あ、病気の人が一人、二人。あ、結構いるな。6人いますね、病気の人。よいしょ。はい、これでいいでしょう。ビルダーどこだ？ビルダーは墓守り作ってる。よしよし、これでとりあえず、壁を戻しておきましょう。よいしょ。ここに壁を戻しといて。ああ、狭いな。もうちょっと広く作るべきでしたね。さあ、こんな感じでどんどん防御していきたいと思います。結構領地を広げてきたんですけど、食べ物が圧倒的に足りなくなってしまいましたね。ということで、ちょっと遠い場所ですが、こちらの方にも作り始めました。とりあえずポーターを置きましょう。ここら辺の攻めてこられないかがちょっと心配ですので、防御とかもですね、しっかりやらないといけません。お、いっぱい来ましたね。敵がこうやって攻めてくるのがちょっと面倒くさいんですけど、いろいろなところに置かないと対処できなくなってきてます。これでとりあえずこっち側を見ていくか。よいしょ、はい、壊しましたね。これでもうこっち側が敵いないのかな。ちょっと入り組んだ感じの、マップですね。あ、これ取っておこう。さあ、もう敵召喚するためのやつがあんまりないので、石がありませんので、しっかりと取っていきたいと思います。さあ、ここら辺のですね、食べ物をしっかり運んでもらいましょう、ポーターに。こっちめちゃくちゃ狭いですからね、今。あ、やばい、やばい、追っかけられてる、追っかけられてる。敵がいるぞ。敵がいるけど、どうしようもないな。これは、こっちまで来てもらって、弓矢と一緒に頑張って倒しましょうか。あ、やばいな、これ穴開いちゃうぞ。どうしよう。これは兵隊が必要ですね、少し。兵隊を少し送り込みましょう。食べ物が若干少なくなってるのは気になりますが。あ、もうこう戦ってますね。もうダメだな。よし、これポーターに食べ物をしっかり運ばせましょう。よいしょ。はい、これでとりあえず20人までいけますが、これだけではちょっと足りないですね。家も足りないし。まあでもな、人これ以上作ると食べ物も、足りなくなるので、そこら辺のがちょっと悩みどころですね。さあ、とりあえず少し兵隊を作っとくだけ作っときましょうか。よいしょ、食べ物がないっていうのが36人いますので、やばいですね。もう魚も取り終えると買えませんので、新しい場所を探さないといけません。さあ、もうすぐ右下来ますね。よいしょ、どうしよう。食べ物のベリーで何とかしてもらうか。で、食料庫を少し置いとけば何とかなりますかね、ここら辺に。よいしょ。あ、ここを倒して、とりあえずここの、島ですな。あ、思ったよりいるな。思ったより人いましたね。当てるかな、これで。とりあえずこのだけの人手で何とかしましょう。そして次にですね、右下から襲ってくる人も何とかしないといけませんので、そちらの方に回しましょう、人手を。よいしょ。やばいな、スタービン全然食料が足りてませんね。そいつはまずいぞ。さあ、そしてですね、もうそろそろ下から来るのかな。あ、やばい、こっちが襲われてる。こっちが襲われてますね。ここせっかく壁作ったのに。あ、壁が壊される。宝石碑がなんとか頑張ってくれてますが、これだけでは、ちょっと、やばい感じがします。
さあやばいな、人を作っていかないと合わないな。戦いまでちょっと時間がありませんね。やばい、敵がさあ攻めてきましたね。ここら辺となんとか戦ってもらいましょう。そして召喚ももうしましょうか。召喚もしないと間に合わないぐらいですね。敵が来てますのでピンチです。さあ弓矢隊だけではちょっと無理かもしれないな。これやばいぞ、めちゃくちゃ敵の数多いですね。これはどうしたらいいんだろう。もうどうすることもできないな。こんだけ多いとかなり危険ですね。さあどうしましょう。ここから何ももうできませんので、とりあえずこの今ある状態で見ていきましょう。まあもうこれどうすることもできないんで、早送りでちょっと見ていきましょう。めちゃくちゃわらわら来てますね。わ、やばい、こんなに来るのか。やばいですね。もうとりあえずいるだけの兵士を全員集中的に呼びましょうか。どうしようもないぞこれ。ああ、どんどん壊される、どんどん壊される。はい、もうこれ破滅ですね。さあもうとりあえずこのままもう見ていきましょう。どうすることもできませんので見ていきたいと思います。作れるならもう兵隊いっぱい作っていくか。フードがもうないって言われてますが、ああすげえ壊されてますね。もうわらわらと壊されてます。そして本拠点の方も攻撃を受けてますね。困ったことに本拠点も攻撃を受けてます。よし、少しでも倒せるな、倒すか。よいしょ。さあこんな感じでとりあえず街を作りながら防御していくという感じのゲームなんですけど、なかなか、癖のあるゲームではありますが、自分的には結構好きかもしれません。まあ、ちょっとずつちょっとずつ進んでいけば拡大も領地していけるのでいいんですけど、やっぱりちょっとまだ慣れてないのもあるのか、難しい限りですね。まあ、こちらの方今後もですね、ちょこっとずつ、まあ、デモ版で遊べるだけ遊んでい、きたいと思います。さあもうあとは本拠点ですね。本拠点壊されるのみかな。残念ですね。あ、でも意外と倒してるな。まあ、ここまで来たらもうどうすることもできないんでね、仕方がありません。はい、ということでもう今日はこのまま、まあ全部壊されるのを見るのもなんですので、とりあえずですね、ここら辺ので終わりたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。